新春賞やっぱハサミで切ってたんで、したら200人ぐらい割れてた。めちゃくちゃ荒れてた。でその時に初めてリスワン取ったんだよ。リスワンをね、初めてのリスワンがそれで、最後の方をツバニャンにコラボしてもらって撮ったんだよ。仕事してて日曜日だったかな。雪だるまちゃんはもっと前の話だかな。クリスマスで知らないでしょ、そんな俺がまだ世に出てない時の話なんて。でも今はもうずっとそんなやつ出てこないよね。誰かに売名じゃなくて自分でなんか沸かせるみたいな、いないやん、その勇者は。モンジョリサムに知らんやんな、太郎。まあ太郎も、太郎は違うんじゃない。あのウッキーとか、そう、人気が出たじゃなくてバズらした話をしてるんや、わかる。だからアイコに売名する前ね、200人とか300人ぐらい沸かしてたから。今流れてる曲名教えない、真似されるから。最近びっくりしたよね、エセアカさんがね、もう俺がかけてた曲ばっかりかけてるからね、エセアカさん。あの銀玉のポヨヨヨーンってやつとか、ちょっと EDM で俺が一時期かけてたやつとか、あれもリスナーに聞いたんだって、ゼロワンかけてる曲何って。だオプちゃんやめてって言ってるの、アプリで調べるの。前も言ったよね、オプちゃん。ミツは大丈夫、なんで俺に聞くの。やばくないこいつ、なあ、何やねんお前、知らねえんなのよ。どんな人か顔見てみたいわ。急に枠来て、ミツ大丈夫って書く神経を。いや、揉めさせたいっていうか、もうそういう人なんだよ。もう根本的にアタオカなんだよ。フミヤはあいみょんかけて配信してます、来るのために。ちょっとずれてると思わない、みんな。ちょっと違和感感じない。いや、ちょっとわかんないね。おはようございます。マザーテレサにはなれませんね。まあずれてる人もね、たくさんいるからね。不思議とね、俺もきっとずれてるとこあるんだろうね、リスナーさんから見て。どこがずれてる。もう生粋の配信能で俺は。はい、おはよう。しのぶさんね。小田家とバトルした人、ゼロリスでしょ君ね。で、気になって TikTok まで追っかけてきて、よそよそしいコメントやめてください。6号さんずれてるよね。女芸、まあ基本的に会社作ってから去年の12月からもう一気に減ってる。くだらないことはあんましないようにしてる。普通に女と絡むようなことはあってもね、そっから恋愛に発展させようとしてないよね。で
そういうことをそういう方向に持ってこうとしたんじゃなくて、自然とねマンスリー1位が続いたんだよ。そうでしょ。うん、それからマンスリーすごいから、もう変にあ、いやこういうことかと思って学んだよね。やっぱしない方がいいなって、くだらない恋愛は。うん、だから一人配信が一気に増えたね今年入って。で雑談も目まぐるしく増えたね。あ、ありがとうフェイス。あ、森森さんありがとう。でも良かったんじゃない。で今年に入ってツイキャスの人に結構褒められること増えてるし、やっぱ雑談してるからじゃない、しっかりと。うん、だからじゃない。バトルの話ばっかしてないけど、知ったかやめて。うん、目まぐるしい雑談じゃなくて雑談する時間が増えてるってこと。うん、爆食いしたいんだけど、台所は片付けできないし、で今家にあるのはね、まあ、ご飯炊けるよ、あと豚肉が冷凍されてる。まあ豚肉焼いてご飯と食べても食べれるんだけど、ちょっとウーバーに逃げようと思ってる。うん、ウーバーにトップライバー言われてる人たち、そりゃこっちでイベントやってたらイベントの話するでしょ、誰々強いねって。一緒だよ根本的には。うん、年下でも配信歴も下の人たちに、そんな関係ないじゃん、年齢も配信歴も。強い人が強いじゃんね、関係ないやん。なんでこれこれなんてどうするの、年下だよ。うん、でも尊敬してる人にはペコペコできるでしょね。うん、そういう考えやめた方がいいで。うん、はい、おはよう。アイオイリスナーかな。うん、珍しい。うん、パークナー知らない、本人に聞いたら、うん、日本人でしょどう見ても。あ、コブラツイストさんおはよう。ねえ、ちょっとウーバーリーちゃんいる？もう腹減って仕方ない、ご飯食べて寝るわ。それにしても TikTok は難しいわ。うん、でツイキャスはもうやらないです、おすすめ規制なんで。うん、コメント見えてないです。どうしました？りーちゃんなんか今行けるやつある？ウーバーお腹すいちゃって。うん、うん、あの444号さんってマジで遊び心なくてガチレスしかしてないでしょ、ふわっちで。そういうのってねつまんないよ、どんどんつまんなくなるって。君みたいなリスナーが増えてるからなんよ、真面目すぎて遊び心がない人。そう思わない？ガチレスのリスナー増えすぎだよね。うん、なんか遊び心がないよね、全部真に受けてひどいとかさね。ちょっとプロフィールいじったからってさ、ちょっと叩いたりとかさ。うん、ミュートゲーでもミュートになってるよとかやるんだろうね。うん、そういう人はリアルで生きたらいいのにと思うよ。うん、うん、面白かったのに。まあ炎上好きは面白いんじゃない。うん、何がいいですか、何があります。まあ吉野家とかあるだろうね。どうしよう、みんな今何食べたい気分、ちょっと食べ物出してくんない、ウーバーの。うん、
うん、でフォローしとくね、うん、はい、てかフォロー、まあいいか、月見バーガーマックかな、マックって体に悪いんだよなとか言いながらラーメンとか食ってるけど仲合う、うん、森森さん本当にレベル100なんすか、森森さん、はい、招き猫、ハート、バーガー全種類いきます、じゃあちょっと尺使います、風船で次はいいね、はいはいはい、KP、はいはいはい、でバルバルン、最近のアイテムやな、それ3種類あるよね、超いいね、でハートきますね、でかいハートキュルト、はい、ワインで KP、 はい、次どうします、バガボテもあった、バガボテもあります、でハート好き、はいはいはい、どうします、さてさて、こっからが肝心よね、うん、ハートも3種類出しちゃう、ドキドキ、なるほどね、はいはいはい、どうします、ハートアミちゃんが続く、終わりました、本当にレベル100ですか、森森さん、うん、俺さっきさミニラさんにファンタ投げてね10倍出したよ、うん、うん、俺レベルは92だけど投げるよね普通に、うん、うん、リスナー離れる誰、西村さんのこと、気前なお前仕事しろよクズ、ブーメランね、うん、俺は配信で収入得てるから心配しないで、うん、この朝っぱらからどうしたの、仕事しろよお前な、うん、朝っぱからふわっち見てねえで、うん、金持ってる人ほどふわっち見てない、いや見てるからすごいんじゃん、先月もランキングすごかったやん、マンスリーのランキング、どう見たって、うん、アンチコメントしてる人、うん、だ自分があれなんだよね、よっぽど辛いんだよ仕事が、うん、で配信してると楽そうに見えるんでしょ、うん、だから仕事しろっていう気持ちが湧き出てくるんだよ、いつもありがとうございます、ああ、アキコママ、ありがとうございます。アキコママ。で、モンジョリさんがゲストやるって本当です？ちなみに。いつやるんですか、ママ。いや、モリモリさんじゃない。うん。いや、金持ちは見下さないと思うけど、嫉妬とかする人は見下すんじゃない？うん、嫉妬も妬みもなかったら見下すことないでしょ、うん、で努力もしてるからね、やっぱ金持ってるやつって少なからず、うん、そういう皮肉も言わないでしょ、うん、って思うけどね、うん、あ、ふかし芋にもグレート投げた、最近結構投げてるから、うん、カバの方がいいターマンにするんだ、ターマンマウントっすか、はい、そうですね、うん、いや売り上げ聞いてない、売り上げいくらだったの、うん、あんたね、私が何年この店やってると思うのよ、20年よ、20年、めちゃくちゃ首振るよね、あきこママ怒ると、細木和子かなと思うよ、もうブル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 してるで、ほんと、まあまあ顔も真っ赤になるからね、本気で怒ってんだろうね、うん、私はどうだっていいのよふわっちなんて、あ、やめてください、すいません、まあ女性だからね、やっぱやだよね、うん、山田くん売り上げが
609,000円。あ、売上っていうのは利益じゃないですよね、売上ですよね。すごいんじゃない、山名さん。ちなみにママ僕いくらでしたっけ売上、うん、4倍だね、240万か、うん、俺80万ぐらいもらったから、うん、あ、179万8000円ってことは俺はだいぶもらったんだね、うん、だって4倍だからね、うん、山田の4倍もらってるから、うん、20万、俺80万もらってるからちゃんとよくしてくれてるわ、ママありがとうございます。うん、100は無課金無理よ、うん、あ、期待してます、いいんですかおじさん、すいません、よかったらフォローしてください。うん、ただね、いろんな問題もあるんだけど、スポンサー関係はかなり、うん、ちゃんと、うん、ご理解もらってるね、うん、ファンライブ所属、正式に所属しますよ、うん、で、やっぱ太郎さんね、期待してるよね、イケメンだし、うん、好きだしね、うん、中川さんが司会が出ないでしょ、でよっさんは出るって言ってくれてるから、まあよっさん一人がちょっと心配っちゃ心配だけどね、うん、それもちょっと考えないとね、うん、MC ね、うん、石川さん、まあ石川さん褒めてくれてるからねえ、アムちゃんリングアナウンサーでしょ、うん、だからまあちょっといろいろ出てくるけど考えないとね、うん、こいつ誰だよチネとかワンチャンあるんじゃない、うん、でもフワッチっぽいじゃん、うん、でもその俺はやっぱね、ふわっちの配信者です、ふわっちの企画だから、それは配信で発表するよもちろん、うん、で発表してる間原さんが連絡してるから、この体制は変わんない、うん、うん、まあ喧嘩ならないんじゃない、うん、だパルの体制も考えないとね、いろいろまだ難題はあるけど前向きに考えてる、うん、で養分司会できると思うよ普通に、うん、うん、今度はチケットは全然取れると思う、うん、ならないと思う、いやよっさん先次第でしょ、うん、お酒次第で、この抽選券って何すか、これ結構もらうんやけど、抽選券使えるの、なんか抽選できるの、これすごい抽選券もらうんだけど、うん、これ名前だけ勝手に抽選されるんだ、昨日で終わり、10万円当たるんだ、10万円欲しい、1人は10万当たる、一人だけ、うん、最近ちょっと運営さんがふわっち離れを心配して俺を選んでくれないかな、うん、うん、出るように説得だから大阪行かなきゃいけないのね、チャリ旅もあれ何日続いたの、チャリ旅、うん、顔面に来出れんやんけ、タトゥー入ってんの、うん、あげるよ、竹の子さんありがとう、うん、当たった人がなんかメール来てるはず、そうなん、ちょっと見てみよう、もう抽選終わってるってこと、じゃあ今抽選券これもらっても意味ないってこと、うん、なんか何も来てないですね、
何も来てない。あと2回あるんだ。じゃあもらってもいいじゃんね。全然もらっても意味あるやん。あ、なんか音楽あっちゃった。次回抽選、TikTok から来ました。 TikTok から来てタヌキすぐ使えるかな。どうなんやろうな。マスターしてるやん。あげる、ありがとう。 TikTok から来たのが本当であればもうすでに来てる人。来ました。そうなの。ふわちみんで TikTok 潜ってる人じゃない。本当に初めて来ました。どうやってたぬきコメント覚えたの。課金者しかレベルついてないやつ読んでるわ。なんやねお前。ふわっちのリスナー少なくない？だ誰？トップギフターって TikTok ばっかりだからね。何を知ったかしてんの？向こう7割が TikTok のリスナーよ。ね。だからこっちとこっちあってこうなった時にめちゃくちゃな力を生むけどね。まあ俺は嘘じゃねえから、まあこっちとこっち両立するっていう選択を取ってるから、しょうがないよね。まあ両方良さが違うからね。リスナーが集まるときそれはないんじゃない。片手間じゃないでしょ、どう見たって。何を言ってんの、片手間って。なんか目的が変わっただけだと思うよ、俺の場合。今まではイベントとかナイス、それを目標にやってたけど、今ふわっちは普通に雑談してるから、氷ちゃんは投げに来てくれる。氷ちゃんは高額アイテムね。こっちはユニバないよ。なんかミラクルっていうのがすごいね、ファンタスティックの上。それだと多分5万円ぐらい一気に投げれるんじゃない。多分ね、最高で。なれるでしょね。モリモリさんまたね。ありがとう。ウッキーのだからマンスリー負けたよね。あん時のすごい人。いや、新しくできたんじゃなくて、10個以上投げれるアイテムがあるよ。例えば水上花火とかも20個投げれるでしょ。このサブイベントの5000円のやつとか確か 10個だっけ。5個でファンタリー、10個でミラクルじゃなかった確か。最近ふわっち見てないだけでしょ。今月入ってやってるから通知取ってないか分かんないんやろうな多分。たまたま今日も来たんやろうな。ユニバースは最近新しくできて一つ9万円とかだと思う。4万5千ゴールドするから多分8万円とかそんなんじゃない。めちゃくちゃ高いよ。
何コインから多分まあ5000円ぐらいか高いよ、大きいアイテムじゃない、うん、まあ1000とかでもね、うん、基本的に1000ゴールドを求めてるよね、大きいの欲しいときは。一番だから9万円ぐらいだと思うよ、新しいユニバースね、うん、で、その PK っていうトーナメントね、100人に招待状来るんだよって、招待状来たんだよ。でそれで10位以内に入るとトーナメントなんだけど、10位以内入った、6位に入った予選ね。でその戦いの時にめちゃくちゃユニバ飛んだよ、うん、もうで向こうはね配信者も投げる、配信者もで、なんで配信者が投げやすいかっていうと、じゃあ枠見てて課金しようとするじゃん、自分が稼いだポイントから引き落とすことできるんよ、だからね配信者が投げやすいんだよ、うん、課金しなくてもまあふわっちでもできるけど手間がかかるでしょ、手間が、うん、でももうすぐ引き落とせるから、うん、で目打ち投げも多いね、だ自然と投げてもらって投げるからレベルが高い、うん、配信者のね、坊ちゃん俺言ったよ、坊ちゃんが5、6年いなくなるとか言ってたから、もしかしたら、うん、で俺はそんな投げてない、こっちと変わんないやり方ね、うん、うん、りーちゃんとはコラボする予定ありません、うん、だからいなくなるかもね、しばらく。で内容としては信じてた人に裏切られたらしい、なんかそんな内容だね、うんうん、信じた人に裏切られたね、チンコロされるかもしれないこと、うん、まあ詳しくはねまだ聞いてないですけど、昨日コラボした時にそうやって言ってたね、うん、コツコツ舞台に枠が始まったら01ってコメントしてくる、できる限りの応援をする、うん、で昨日ねめちゃくちゃ有名な YouTuber と喋った、誰だっけな、小田家って人知ってる、みんな小田家で、ガードマンのどんぐりヘアも来てたね、うん、からもこうコラボ申請、小田家って人がコラボ申請来たね、そうそうミッキーの相方、最近ねマジで来るね、うん、有名人が、うん、小田家と喋るなんて、でもすごい真面目だったね、うん、いや嬉しいっつーか、まあ結局ライブやってるとみんな一緒だなと思う、なんか動画ってすごい美化されてるじゃんね、でも実際